いつもロベライチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2020年モデルポルシェ911のタイプ99にターボ S カブリオレ、こちらをミロンさんと一緒にインプレッションいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もう入ってきましたね。早速これ広報車ではありませんから、ちゃんと商品として買い取ってきた車でございます。はい、はい、でまた今回もですね、安心安定のスペック紹介の前に一つ告知がございます。先に言っちゃダメですか？ダメです。はい、ですね、新しくロペライオでラジオチャンネルを開設しました。お、で、はい、でサブチャンネルでも配信をしてるんですけども、ロペライオラジオという名前で、略してロペラジということでですね、はい、ポッドキャストなどでですね絶賛配信中です。なので仕事をしながら、運動をしながら、運動しながら、え、ね、もうあの iTunes でもおそらく聴けるようになってるはずなので。なるほど。で私たちのラジオ番組をですね聞いていただくということも可能になりましたので、はい、ぜひこちらも合わせてご利用ください。はい、それではですね、はい、安心スタイルとお届けする安定のスペック紹介よろしくお願いいたします。はい、こちら992ターボ S カブリオレですね。エンジンスペックの方ですが、3.8 リッター水平6気筒ツインターボエンジン、最高出力650馬力、最大トルク 81.6 キログラムメートルとなっているモンスターカーでございます。すごいね。はい、早速ターボじゃなくてターボ S、 ターボ S、 うーん、これはまたぶっ飛んですかね。650ってまあまあよ。そうですよね。ね、ポルシェで。ポルシェで。すごいですよ。ちょっと楽しみな1台。新車価格がざっくり3180万円。はい。ね、でこちらオプションが約200万円ぐらい入っていて。そうですね。まあ、これを公開するときにご制約いただいているかもしれないですけれども。はい。そんなね、値段もいい金額ですよこれね。はい、うん、まだだって市場にも、中古車市場にも出回ってないんですか？出回ってないですね。ですよね。また正規ディーラー車ですからね。はい。でね、僕ここにこう立ってますけど、はい、こうからこう立ってこう眺める姿はただの992にしか見えない。ああ、なるほど。ターボだとはまさか思わない。ないしはターボ S だとは思えない。そんなね見た目です。はいはい。でどう、こっちから見るとなんかなんかって感じじゃない？ああ、でも確かにだけどバンパーもそこに S としての迫力って俺なんかそんなに感じないなって僕は最初思ったんですけど、どうですか？そうですね、言われれば、まあ、黒だからかもしれないですけどね、なんかこのねフロントフェイスの迫力はあれって。安心してください。ケツがすごいんだ。いいケツしてんだこれ。本当ですね。ね。なんで僕は今ちらっと向かい側に992カレラ S があるんですよ。あ、そうだね。992のカレラ S。それを今しれっと見比べながら。ね。迫力で言ったら、ん、あ、ん、あっていう感じ。でもボンネットとかね。あ、ボンネットでも一緒じゃないですか。で、ここちょっとあれでしょ。ストライプみたいな形で入ってて、向こうは入ってるでしょ、平べったい感じでしょ。いやいやいや、992は入ってますよ。右手前は992、その奥に991のターボ S。 なるほど。じゃあね、これも今回もね外装徹底見ていきたいと思いますけど、はい、あれだよね、一応排気量は 3.8 リッターっていうけど、はい、正確には3745。なるほど。なんでだから 3.7 という出る記事もあるし、言い方もあるんですけど、はい、まあエンジンフードに 3.8 って確か書いてあったんで。なるほどね。そのまま 3.8 と言わせていただきました。はい、はい、わかりました。なので前型991よりかもパワー出力的には70馬力、うん、アップ70。ポルシェってね20馬力でも全然違うのよ。はい、それが70馬力もアップしてるんだから、それはすごいっすよ。はい、はい、でね、ちょっとここからこう、ちょっとカメラさんいいですかこれ。なんか入ってる中に。ちょっと鍵開けるボタンちょっと押してみて。ここなんかいい感じで光ってる。いきますよ。はい、ほらなんか電流が走ってるみたいな感じで。鍵はですね、ちなみにこういう鍵です。はい、
あ、光ってる。ピコン。あれ、ピコンピコン光ってる。何か。あ、ウルトラマンス。はい、ロックします。で、近づきます。あ、あれおかしいな。あ、開くんだけど。で、ドアノブ閉まる。あれ。なんかあれだな、開くのよ。ちょっとソフトトップ開けてるからかな、ドアノブ開くのよ。ピュッ、ちょっとね、あれかもしれない、手袋してるからかな。はい、じゃあちょっと最初フロントドア開けてみましょうかね。はい、長押しで開きますと。そうする、あ、ここにあって、はい、うん、まあ普通何の感想もなく、感想はサイズ測ると。これカルデラ S も変わらないんですかね、うん、トランク容量、はい、あ、でもほとんど一緒だよねこれね、まあ、約50センチ、そして横幅75センチ、高さここですね、約40ですね、40ないぐらい、はい、そしてここですね、一番狭いところを測った方がいいかな、狭いところだと60センチで、ちょっと広くなってるところだと、65センチぐらいですね。このくらいのですね、サイズ感があります。うん、まあでも、うん、グレードによってはもうちょっと大きいトランク容量があったかなと感じるぐらいです。2駆と4駆で関係ないんですかね。前はあったじゃないですか。4駆の方が狭くなったりとかね。はい、まあ、デフの問題もあるんでしょうけど。確かにね、2駆の方が広いイメージはありますね。でこれはフロントちょっと車高をちょっと測ってみたいと思いますけど、あ、結構、あ、なるほど、あ、これまた出るやつだな多分ね。これ出ますね。ね、出しますか。そうです、あ、13センチほどです、車高は。うん、一回エンジンかけなきゃダメなのかな。おお、動いた、動いてる動いてる、この映ってるかな、このフロントグリルのここラジエーターのところが動いた。あ、で、あ、動いた、もう一回、おー、出てきた出てきた出てきた、おー、結構出てくるね、これだいぶ違うかもしれない走りは。このカバー、あ、結構硬い。あ、でもこうやって動くんで、擦っても別に大丈夫ですね。すごいね、ここまで来ると、あ、全然雰囲気変わりますね。う、うん、10センチちょっとぐらい、多分最低地上高は8センチとかだったと思うんだけど、多分これでも車検は通る範囲。はい、じゃあサイドショットですけど、まずフロントタイヤサイズどうでしょう。フロントがですね、255、35、20。なるほど、255、20で、リアが、あ、また今閉まった、開いた、リアが315の30の20、太い、20、え、21ですか。あ、まさに21ですね、21、はい、315だよ、相当太いよこれ。太いっすね、太いよこれ。またさ、これ本当に 31.5cm あるか検証した方がいいんじゃないですか。それはあるでしょ、さすがに書いたんだからね、でもこれ走ってるとかっこいいんだろうね、後ろもね、かっこいいでしょうね。ね、そして カーボンブレーキですもんね。カーボンブレーキもちろん入って、センターロック。あ、でこのね、カレラ S と比較しても後ろやっぱワイドフェンダーになってて、まあ、約20ミリ膨らんでるようですよ。片方ずつですよね、20、20、あ、合計で20で、幅が1メーター90。でもカレラ S が1メーターね、86とかだと思う。86じゃないですか。あ、86だったっけ。あ、多分4センチだと思うんですよね。なるほどね、これだいぶセクシーだよね、はい、ちょっとカメラさん、こっち側からちょっとこのリアのくびれが分かるように撮れますかね。結構くびれてますよね。このヘッドライトもちょっとまたかっこよくないですか。かっこいい。これがやっぱさ、フロントスポイラーあるとないのと全然雰囲気変わるね。雰囲気変わりますね、一気にターボになったねこれね、はい、すごいわ。隠してたんです ね、これターボらしさをね。そして、まあ、サイドはこうなっていて、もうお尻
もう見て、みのちゃん。お尻が一番好きだったポイントなんですね、今回。ポルシェのお尻は世界一って言われてるからね。確かにちょっとごっついいいケツしてます ね。このスモークテールにさ、ちょっとちょいバルのスモークでは入ってないから、クリアテールなんだけど、やっぱスモークっぽい感じになるね。で、あ、これ繋がってるんですね。そう、黒よ、黒。うわぁ、もういいセンスしてるな。すごいよね。はい、でちょっと鍵開けてみて。あ、こういう感じか。で、閉めると、あ、いいね。あ、そこでオープン開閉なんだ。そうそうそう。あ、あ、間違った、そういうこと。早っ。早いっすね。じゃじゃん。はい、え、どのボタン？あ、この一番この これです。あ、これがソフトトップだったのね。はい、ちょっとごめんなさい、分かんなかった。何台試乗機やってんだって話なんだけど。エンジンフード開けます？開けましょう。開けますか？先に。いいね、このボルドーレザーに赤いソフトトップもさ、知ってんなーって組み合わせなわけよ。お、え、なるほどー。カブリオレだからこうなってるわけか。あ、非常にコンパクトにまとまってるわけですね、この豊かなリアウィングといい。これなんかすごいですね。全然見えないんですけど、ね、ここに、まあ、要はここにいるわけですよね。そうです、企業秘密です。このまま走ってもかっこいいよね。これ閉めるのは、うわ、早っ。すっごい早いね。指注意ですね。指気をつけましょう。本当に気をつけましょう。ね、ちょっとリアウィングさ、閉じてもらってもいい？あ、はい。これはもう一回かけなきゃダメかな？これリアウィングあれかな、閉じてるのと開けてるの、開けてるのどっちがかっこいいかな、走ってると。一回もう一度エンジンかけます。はい。おお。じゃあ下げますね。オッケー。もう何このテール、かっこいいじゃん。もうすごくかっこいいよ。違う、なんかね、ポルシェ分かった。もうその走る、曲がる、止まるとか、ポルシェといえばターボじゃなくて、もう見せるターボになってきたね、もうポルシェは。あ、これ僕下がってる方が好きかもしれない。あ、そう、僕どっちも好きかな。なんかもうすごいパワーを感じない、ここのお尻だけで。ここのラインが多分、うん、いい感じにそれを演出してますね。あの、カメさん横からもいいですか。もう横大好き、これ。多分ここの膨らみのラインからまたプリッと出てる感じ。プリッて、はい、最高じゃない。ここ何、これ、これ何、そこ、あ、こっちに繋がってるんじゃないですか。あ、こう繋がってる。あ、ここ、あ、上だ、割と上だ。あ、こういう風になってるね、風が出るようになってる。こうはここ閉じてますね。ちょっとここに隙間がこの辺にあるんですけど、割とここからぐわーっといって、この辺にね、行くような感じの。一つにまとまるんですかね、じゃあ、うん、じゃあ内装行きましょうか。一回ホール開けますか。あ、そうですね、開けましょう。本当に早い。はい、そしてお待ちかねの、うん、このボルドーレザーあに白いステッチで、ヘッドレストにはターボ S と入って、いいね、白ステッチ入れるところがまたおしゃれだね。やっぱこのパネルがシルバー系だから、あえてちょっとね、白で少しおしゃれに。で、内装もフルレザーインテリアになってると。はい、シートは 18way のパワー、電動パワーですね。なるほどね、プチプチのね、いいじゃないですか。はい、はい、じゃあ皆さん、かっこよく、かっこよく。多分この色は合うと思うんだよな。はい、ああ、まあ確かにね、合うね。あ、いい感じに包み込まれましたよ、僕今。包み込まれる、はい、いいね。こんなもんじゃないですか。これかっこいいな。
でエンジンもかけちゃいましょうかね、改めてですけどね。はい、はい、うわ、いきます、お願いします。という感じですね。はい、でこれはまあターボ S だからといって別に特別に何かがパッとついてるって感じでもないのかな。でも一応オプションで、うん、多分 BOSE のステレオサウンドとか、スポーツエキゾーストもオプションなんですよ実は。なるほど、ちょっとストレッキオンにしてみてよ。これを押すと、おお、なんかマフラーが赤くなってるね、モニターが。はい、スポイラーを押したらスポイラーが赤くなりました。はい、で、スポーツシャーシに入れましょう。ちょっと車高落ちましたか。見た目は何も変わんないね。本当ですか。別にこれ以上車高が下がるってわけでもなく。で、スポイラー出しますか。あ、リアウィングがね。なるほど。うんうん、はいはい、はい、あれドリンク前取るから前に、あ、え、そういうプレイ、それ、あ、これはドリンクホルダーですね。はい、で、グローブボックスがセンターコンソールがまたUSB 端子が2個 SD カードですね。で、これを押すとここがリアのディフューザーが多分いきます。はい、こういう感じですね。はい、で、マニュアルモードとシフトレバーという形で、メーターパネルの方が、これで今地図にしちゃいましたけど、こういうふうに5連メーターに切り替えられますと。はい、で、ここのドライブモードのスイッチはここについてるので、これでスポーツプラス、インディビジュアル、ノーマル、ウェットモードとような感じでありますと。で、ここにアダプティブクルーズコントロールのスティックですね。ウィンカーワイパーっていう感じですかね。で、バニティミラーとルームランプ。はい、こういう感じです。で、スポーツクロノがあるんで、これを押すと、押して表示で開始。そうするとここが、はい、という感じですね。こっちか。リセット。はい、というような感じでありますと。はい。では今これがライトオフの状態で、スモールです。はい、スモール。ほら、このライトのさ、すごい、これポルシェのここのロゴマークもなってるし、ちょっとだけこれアップできますか、この辺。なんかもうね、イルミネーションみたいな感じになってるよ、すごい。へえ、はい、でロー、はい、ロー、わあ、いいね。はい、でハイビーム、わあ、はい、ウィンカーハザード、あ、下か。はい、優しいホーム、はい、 OK、 大丈夫です。はい、じゃあ前行きましょう。はい、でこの状態で一回ブレーキ踏んでみましょう。はい、行きます。あー、なるほど、ここはガンニッシュのところのライトがつながってないんだね。はい、でライトオン、うわー、これがかっこいいよ。はい、でブレーキ、はい、いいね。ウィンカーハザード、
はい、バック。はい、バック。はい。リアフォグ。はい。おお、そこか。なるほど。わかったよ。はい、OK です。じゃあ、孵化しましょう。はい。では、まずノーマルモード。これまずノーマルでいきます。はい。はい、ではいきます。ちょっと今さ、気のせい、前に進んだ気がしたんだけど、気のせい今。いや、行こうとしてた感じがありました。前にちょっと進んだよ今。はい。今パーキングだよね。パーキングでサイドブレーキ効いてますよ。マジで。はい。はい、もう一回お願いします。はい。行きます。ほら、ちょっと車動いてるよ前に。怖い。本当にこれパーキング？パーキングです。サイドブレーキも引いて。前に進んだよちょっと今。はい、じゃあスポーツ。じゃあスポーツモードいきます。じゃあ行きます。はい。車がちょっと動いてるもんこれ。これ怖えよこれ。じゃあなるほど、スポーツプラスいきますね。え、まだある。はい、はい、じゃあ行きます。OK。 はい、はい、それではですね、何かもうアイドリングで孵化しただけで、はい、もうなんか暴れそうなんで、進みそうな感じだったんで、650馬力、はい、のパワーなんですけど、安心安定に走行できるスタイルで、はい、試乗レビュー行ってまいります。よろしくお願いします。お願いします。うわ、これ結構あれだね、シート沈んでるね、この位置だと。あんまり上げると僕みたいな座高だとここにね頭が当たって寒くなっちゃうから。車高下げますか。はい、もうスポイル切りたいね。確かにターボイスのカブリオレだって贅沢ですね。いや、極まりないよもう。ですよね。でも GT3 とかよりか全然乗りやすいですもんね。そうだよ、価格は GT3 より高いけどね。これはいいよ、乗ってんだよ。ハンドルもいい、タイカンと似た感じのハンドルだな。ああ、新型コーナーだよ。ここもカーボンだったんだね。ああ、いい感じだ。優しいね。いい感じだ今の、うんうん、そんなガックンっていう感じのスタートではなく、はい、スススッとしなやかに進んでくれる走りですね。うん、うん、おお、あ、今シートベルトが、うん、キュッてなった、キュッてなった。うーん、あー、いいね。あれ、これウィンドディフレクターはさすがに出てこないんだな。これね、出てきますよ。あ、来る。え、マジで。ワンクリックで。ちょっと待って、これもカメラ回る。はい、はい、本当だ、出てきた。でもまだなしでいこう。はい、まだなしでいきます。はい、はい、早い。あ、いいね。でちゃんと走行中も窓はあのフォローは閉められますんで。なるほど。この止まりかけでアイドリング落ちるの怖いですよね。うん、でも慣れちゃった。慣れました。うん、あ、早くスポーツ入れたい。まだダメです。まだダメ。まずダメ。三茶まで。あの246入ったら大丈夫。246入ったら。はい。あ、いいね、このエンジンかかり方。ちょっとだけ踏んでみるよ。ちょっとだけ。だ、ちょっとだけっすよ。ああ。今ちょっと危険を感じた。感じた。はい。
ちょっと GoPro グッと押しといてもらっていい？また外れると思うから。あと周りのテープもちょっとペッ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 。足回り柔らかいな、なんかノーマル乗りやすいな、全然いいね、はい、ほんと乗りやすいっすよこれ。ああ、そしてなんかドアミラーがこれなんかかっこいいね、このなんかちょっとシャープな感じで。右と左のドアミラーサイズが違うんだねこれね。あ、そうなんですか。左の方がシャープだよこれとか言って、でも違うよ多分、右の方がミラー小さい気がする。ポルシェにもブラインドスポットってついてるんですね。ね、あーいいよ。全然硬くない。硬くないよ。街乗りこのノーマルで走ってたらもうほんと、あ、まあ確かにね、止まる前にエンジン止まっちゃうっていうところはね、はい、ここで何もないんだよ。そうなんですよね。ピッ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 、これなんか損失つきそうだけどね。ピッパパッ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 、これがまあ992の前期なわけでしょ。まあそうです ね、はい、こっからまた後期とか出るかな。あーいいよこのしなやかなハンドル、うん、とってもいいよ。パドルシフトも黒かったんだ。そして BMW の840渋いね。スポットは自分で入れられますか。あのここすごい、あ、ここでね、はい、くるっとね、はい、はい、おお、スポイキ入った。いいね。え、待って、ノーマルにすると、ああ、ああ、こうなるんだ、はい、で、スポイキ、あ、スポーツにすると、なるほど。ただシャーシはノーマルの状態のままですね。いいじゃない、これ多分相当かっこいいよこれ。いや僕一番気になるのはこの走ってる状態で前のスポイラーがどう変わっていくのかすごい気になるんですよ。ああ、それは映らないもんね。でも、ま、前映ったっけ。引きで通れば映るんじゃないですか。なるほど、これもスポイキオンってことだよね、これをね、今オンになってますね、はい、だからスポーツプラスに入れても音はもう一緒だよね。一緒ですね。だからスポーツプラスでシャーシが変わるかどうかですね。あ、そういうことですね。で、それプラススポイラーが動き始めた。え、あ、前、あ、後ろ、はい、とりあえずスポーツにしてみましょうか。そうだね。これってさ、マニュアルモード入れた時はもうこっちでやって、オートマモードに切り替える時っていうのも多分ここでパン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 っていう感じなのかな。オートマモードに切り替える時。あ、あーなるほど、あ、ごめん、こんなとこ灯台も得らしてる。ちょっと、まずオートマか。まずオートマね。やっぱポルシェが好きなんですね。そうだね。おー、ちょっと、まあ、バスだね。いや、ちょっとマニュアル、マニュアルです。まだまだこんなのね、ジャブですよ。おー、いい。え、まあ、まあいいや、まずね。おー、はいはいはい、はい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 だよね、これは。わあ、でもミラーが結構振動で揺れるねこれ。ああ、なるほど、うん、やっぱ20、21インチが効いてんのか。うわあ、トルクも太い。行くねこれ。ちょっと踏むね、はい。おお、強い、強いな。これ0102.8秒とかですもんね。ああ、効く。これだから、これね、やっぱターボって結構街乗り楽しいんだよ。楽しいよ、楽しいよっつって。ね、こ
れはいいよ、いいよって言うんだよ。これはおまわりさんも注意するだろうな。いや、おまわりさんもね、見とれちゃうよ。あ、991ターボ、あ、911のタイプ992のターボイスかぶりだ。そんな冷静。いやー、いい。今日はね、あえて三軒茶屋で乗らず、やっぱ街乗り走行これちょっとしたいんで、はい、自分がですね、いや、あの視聴者の皆さんに、ね、ああ、そういうことですね。そうそうそう、体験、あ、街な中でもこういう風に走れるよと。そうそう、いや、街中の方が面白いのよ。高速乗っちゃうともうさ、まあそうですね、もうね、うん、ストッパーの号もなければさ、流して走るしかできないから。でもやっぱマニュアルモードの方が楽しいですか。いや、前回ターボ S に乗った時も991の、はい、やっぱね、オートマモード楽しかったんだよね。あ、ちょっとじゃあスポットプラス押してみて。あ、早い。あ、そうです、スポイラーも出てくるんでね、はい。ああ、足足も。ああ、シフトチェンジ早い。うん。ちょっと踏みますよ。はい、大丈夫ですか。うわあ、早いっすね、吹き上がりが。早いよ。いいね。普通の、あの彼らとかとは別物なんですね。全く別物です、はい、でも扱いやすい、このサイズ感といい。はあ。で、みのちゃん大好きエスカレード、 あっちの方がいいかな。うわー、これはいいや、すごいわ。すごいですよ、ずっと二速のままなんですね。おお、今前が浮いた感じになったよ。そんなはずはないよね、でもね。はい、そんなはずはないです。今ね、スッてなったもん。マジですか。うん、まっすぐ走ってるだけなのに。スッ。いいね。これはいいや。1000万円ぐらいになったら速攻買いたいわ。ならない？まだ先だな。そうだね、10年ぐらい先かな。はい、うわー、いいな。これはいいよ、みのちゃん。全然街中乗り心地いいっすね。ね。ちょっとまたプラス。あ、ここのトンネル？そうっす。いい音するよ。マニュアルモードの方がいいですか？いや、オートマモードで大丈夫なんです。おお、危な。すごい危なかったもん。でもスポイラーが上がってるかどうかはこのリアビューだと分かんないね。ああ。すごい。一足入れちゃうよ。ああ、すごい、これ気持ちいい。やばくない？うわ、やばい、これやばいよ。これは聞いて、これはやばい、聞いてて気持ちいいですね。すごいわ、来たね。あ、これ、いやー、来た来た。これカブリオレだからこんなに気持ちよく聞こえるんですか。これパドルでもいいわ、音を聞くんだったら。じゃあまた一足入れちゃいますか。ね、ちょっと段差から聞けてよね。あ、はい、工事の段差だけが。マイクが落ちました。ウィンドディフレクターぐらい出しますか。いや、大丈夫です。まだないか。まだ、あの、へそシーン撮ってさ、あ、かっこいいシーンがあるから。
でも今日は外が何度だろう、13度ぐらいかな、3度4度ぐらい。今メーター上は15度ですね。あ、15度、はい、全然いけるね。全然いけますよ。流して走るのもさ、いいよ。あ、僕これでも寝れますね。あ、そう、はい、リクライニングもするし、はい、日差しも当たってさ、レインボーブリッジと合うんですよ。巻き込みだってもう気持ちがいいじゃん、はい、この風。これがオープンカーのいいとこだ。はい、最近開けてないなと思って、今日は開けて帰ろうかな。はい、あー、来た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 。あー、この車からこんな音出てるとみんな思わないんじゃない、はい、え、でもやっぱちょっとワイドボディで、うん、なんていうんですか、ちょっとこの雰囲気持ってると様子おかしいんじゃないですか。全然このカーブがね、 G なんて感じないですよ、はい、G なのか E なのか C なのかって。あ、リクルトになりました。からスポフラ入れちゃいますか。あ、後ろになった時にスポーツフラス入れちゃいます。あ、そういうことですね。そうそう、でリアウィンドもススッと開けるみたいな。でこれまず、はい、みんなこんな感じだよ。そしてサイド、このねホイールなんかもね、あー、いい感じね。素敵だよ。くる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 ってね、体がきつい。センターキャップで、ここからスポーツフラスに入れると、あー、羽が上がってきた。出た、出ました、出ました、出ました。グッジョブ。あー、いいじゃない。やっぱスポーツプラスになると結構やっぱ足回り硬く感じますね。そうだね。ライトオン、はい、かっこいいだろう。あー、絶対このフロントのスポイラーかっこいい。あー、絶対いい。これしっかりグリップしてる感じに伝わりますね。ね、吸い付いてるよ、はい、もうなんか吸ってるんじゃないかって感じするもんね、本当。あ、地面を。あ、うん、よかった。この前僕 F タイプコンバー乗ったじゃないですか、はい、あれもそうでしたけど、屋根が開いて音が聞こえるのはやっぱ気持ちいい。そうだね、はい、魅力的です。それはモノレールと、なんか気持ちいいね、はい、なんでこんなスポーツカーでさ気持ちいいって感じちゃうんだろう、はい、なんでなんすかね。ね、いいね。もうなんかいろん
使い道あるね、このスポーツカーは。ラグジュアリーにも乗れるし、スポーツ、そうですね、スポーツ性も優れてるし、見た目も OK。 650馬力、はい、すごいよ。あー、いいね、あうんの呼吸でシフトダウンしてくれた車が。前回どうしたの？救急にカレーラーかぶりの時はこの辺がサムネイルで使ったんだ。ああ、あえてお尻のショットにしたんだ。いや、よかったよ、買うことに決めた。あ、伊勢丸になったら誰かちょっと僕に融資していただいて。年末ジャンボどっち？買ってない。買ってない。安定スタイルで。よし、よし。あれ、救急に一緒にやったよね、はい、カレーライス、はい、カレーライス、そうだね、伝説の。あ、クイック？え、ちょっと待って。あ、本当だ、シートベルトキューってなった。運転席あんまり気づかないな。助手席しかなってないとか、なんかそんな気もしますよね。運転席なってないような感じですよ。あ、これステアリングヒーターのボタン分かりづらいですね。そうね、ポルシェって大体そこだよね、はい、GT3 とかにもついてたりするんだよ。あ、GT3 はないか。いや、あったの。おー、トルクを感じる。今ノーマルモードで。あ、僕が早くスポーツに入れたいね、入れたくなっちゃうでしょ。そうですね、早く入れたくなりますね。あー、なんか助手席の方が結構巻き込みくるような気がする。僕なんか逆にこの辺がスースーする。あ、僕さっきシートヒーターしてたからかな。ここで加速したいと思った。あーです。なるほど。眩しいね。眩しいね。いつもここ眩しいんだよね。あー、はい、届かない。このサンバイザーじゃ、この眩しさが。自分がもっと上に。ちょっと寒い。ちょっとウィンドウ出していい？あ、どうぞ。あ、長押しだ。あれ違う。出なかった。おお、巻き込みが一気になくなった。あ、全然入ってきてない。入ってこないね。でも巻き込みを感じつつ、はい、リアウィングを出す。あー、中途半端に押したら大丈夫。ちゃんと長押しをして、で、ちょっとリアスコをオンにしてもらっていいですか。あ、これやったよね。出ました？出てなさそうだね。あ、出てないですね、今、うん、こう。あ、出てる、出てる、ね、こういう風になる。うん、で、ちょっとスポイラーをオンにして上げてみると。あー、あ、全然違う。あー、全然違うね、巻き込みない。おお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 
おお、これはコーナーリングが、コーナーリングがたまらなく、たまらなく吸い付く、吸い付く、さすがポルシェ。今なんか目がね、目がね、本気だったよ。はい、瞳孔がね、どうだった？気を抜くとやられると思って。おお、感じてる。感じますね、これは。足が浮いたよ。お、これ乱暴な加速しますね、多分。じゃあ行きます、はい、でソフトトップをここで閉じますよ。行きますよ。あ、ちょっと多分カーブ今で、OK ですね、ここだね、こうか。ということでしたね。最高でしょ、これ。これお前たち最高だぜって感じでしょ。これいい車っすね。はい、それでは今回ポルシェ911のタイプ992の、ターボ S カブリオレですが、総評です。じゃあ皆さん、はい、どうしよう。総合得点何点でしょうか。総合得点出ました。じゃん、98点。おお、いくね。はい、はい、理由は何ですか。理由はもう乗って楽しい、見て楽しい、見られてよし、乗り心地いい。なるほど、はい、100点満点でないのはなぜですか。その2点はですね、はい、価格。うん、やっぱ3000万超えるってなかなかのものですよ。まあね、確かに、ね、はい、っていう。でも分かんないです、ターボ S だからっていうのもあるんですけど、うん、なんかターボってなんか2000万前後の僕勝手なイメージなんですよ。ターボはね、はい、確かにね、はい、そこが強いせいか、やっぱ3000万超えてくるとおおってなっちゃう。サプライズの S ですと。はい、なるほど、分かりました。はい、じゃあどんな方にお似合いの車なのか。もうこれはですね、逆にまあフェラーリ、ランボルギーニ、はい、マクラーレン、はい、いろいろとスーパーカーありますが、それを言うのを乗ってきた方が、まあ、ポルシェにも乗ってきてると思うんですけど、はい、1台ちょっと検討してみたらどうですかと。マクラーレン650S ですか、うん、とも比較しても多分これは上を行くんじゃないかって。なるほど、はい、個人的には思いました。まあ、そういう車、唯一ちょっとあの加速をしたりとかそういうのはできなかったんですけど、うん、絶対楽しいんだろうなって思います。ありがとうございます。はい、私ですが、点数ですが、お願いします。100点。もう出た、100点。これは文句なし、100点です。あー、出た、100点、ついに出た。価格高いかもしれないけど、最近のこの総合得点にしてから100点に出してないんですけど、はい、これは100点だよ。もう、あー、もうこれ100点って聞いて多分買うっていう人何にやることやら。いやいや、控えめに言って最高です。はい、いやー、よかったな。もうだってさ、もう 言ってしまえば
メルセデス、はい、フェラーリ、ランボー、アストン、全部いいとこ取ってる感じですよね。うんうんうん、僕としてはどんな走りもこのターボ S1 台でいけちゃう。はい、確かにね。そしてオープンにもできちゃう。はい、オープンにできるの。そうですね、限られますね。これはね、ほんと良かったな。音も走りも最高です。ほんとに最高。もうポルシェさすがですっていう感じで、はい、ポルシェ裏切らないとは言うもののやっぱり今回も間違いなかったなと言った次第で100点満点です。はい、そしてですね、どんな方にお似合いかと。はい、これはね、僕は思います。本当に走ることが好きで楽しいんでしたらフェラーリ F8 もいいです、 720S もいいです、はい、でアストンバンキッシュもいいですって、ね、ランボルギーニアベンザドールもいいけど一回これ乗ってみてくださいって。ほうほう、もうね、そういうハイエンドな今トレンドのスポーツカー、スーパーカーの中でも結構トップレベルにこれはいいです。そうですね、そして普通に使えるっていうところがまた、そう、ね、F8 見た目華やか、はい、でも僕どっちが走り面白いかって言ったらこっちの方が面白いです。うん、確かに、うん、720と比べてもやっぱりね、これはね本当にすごいいい走りするんで、金額もそこそこねいい価格帯に入ってくるんで、その辺で検討されてる方がもしいらっしゃったんだったらもう騙されたと思ってこれ乗ってもらった方がいいと思いますね。良、うん、かったね。華やかさで言ったらちょっと欠けちゃうかもしれないけど、まあそうですね、だから走りが本当に好きなんだと、楽しみたいっていう方おすすめです。はい、ということで今回は、ポルシェのターボ S カブリ、こちらをインプレッションいたしました。新しく、コンテンツで解説しましたロペラジラジオチャンネルもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうでしょう。